糖質制限、ふすま粉でいちごクレープを作ります。ふすま粉 20g、 粉寒天 5g、 牛乳 100cc、 ラカントS大さじ1、塩少々、卵1個、25回ほどブンブン引っ張ります。フライパンに油を薄く引き、ブンブンした生地を薄く広げ、両面を焼きます。生クリーム適量、いちご適量をのせて包みます。残りも同様に作ったら完成です。